キスワが川場を包んでいる。様すキスワは真っ赤にあるカーバを包む黒い布のことである。巡礼の月と呼ばれるイスラーム歴、第12月の間は常にカーバを包んでいる。キスワの役割はユダヤ人の契約の箱の天幕と同様の神聖な天幕の痕跡を表すものとされる。暗い種族がムハンマドとムスリムを弾圧していた時代、当時、暗い種族が カーバにキスワを飾っていたが、彼らはクライ族の行動に賛同することがなかった。630年、真っ赤がイスラーム勢力の手に落ちると、ムハンマドはクライ族の手によって飾られていたキスワを燃やし、その後にイエメン産の白い布をカーバに飾った。このことがイスラームにおけるキスワの始まりである。ムハンマド没後もキスワを飾る風習は続けられた。 ウマイヤ朝を創始したムアーウィアは1年に2回キスワを新たなものにしたとされる。アッパース朝の時代に現在のように1年に一度カーバを黒い布で包むようになったとされる。シーラエスブレア、ジョナサン・イ、e、ー・ブルーム、美術と建築共同通信社2005ありがとうございます。